こんにちは、チャンネル登録ありがとうございます、先ほどですねちょっと、動画を撮ってたんですけども、総裁選の自民党総裁選の、話をしようかと思ってたら、兵庫県の、斉藤知事が、出直し選挙をするという、ニュースが入ってるので、私はねこれ最初から斉藤さんが改革をする、いろいろね、例えば退職金を半分にするとか、兵庫県がすごい赤字だったのを、赤字だったのかな、なんかあのとにかく、給料も安くしてね、それから職員の天下りとかもね、やめるとか、まあ何かとにかくいろいろ改革しようとしてたら、まあ、それがちょっと強引すぎたのか、反発を食らってですね、怪文書かなんか、内部告発だと言われているようなことがあって、まあテレビはね総じてもう一斉に斉藤知事バッシングしてたんだけど、私はこれは多分改革に反対するね、兵庫県県の職員、県職員公務員だ、地方公務員ですよね、県の職員だから、その人たちが自分たちが今まで前知事の時代に、まあ、結構、まあ、緩く働いてたのにね、厳しくなったんで反発してるんじゃないかっていうふうに見てました。そしたらな、まあ、半分ぐらいはそういう話も結構出てきて、やっぱりそういうところもあるのかっていうふうにね、感じましたね。だから、またこれからですね、テレビ、マスコミは斉藤知事バッシング一生懸命やると思うんですけども、斉藤知事はこのニュースによると自民党と維新が、まあ、推薦して出た人らしいんですね。だから、まあ、積極的に言えば、自民、反自民、反維新の人たちが斉藤知事を叩いてるわけですね。だからまあ多分ね政治的にね、だけどねやっぱりねいろいろ見てても、まあ内部告発しようとか言ってね、百条委員会と 県議会の人たちが言ってるけど、どう見たってね最初から私は公平に見ても、斉藤知事の方が、まあ、若干ねまずいとかあったかもしれないけど、それでもやってることはね正しいと思ってるんですね。それで、まあ、今回出直しならね、兵庫県民は、まあ、賢く考えて、税金もね、斉藤知事の方が、斉藤さんの方が、まあ、改革していろいろ、利権なんかもね、今まであったものを20年も続いてた前の知事をのやり方を変えようとしたところもあるんだと思うので、まあ、斉藤知事をね、選んだ方が私は兵庫県民にとってね税金も安くなるんじゃないかと思ってます。まあしかしね、斉藤知事、この兵庫県知事のねバッシングひどかったですね。まあ特にテレビがねすごかったですね。なんでかっていうと、やっぱり自民党と維新が推薦してるから、その反対ね、今度は、斉藤知事を落とすことによって立憲共産が、勝とうとするんじゃないかなと思いますね。反維新反自民の人があれじゃないかなと思うんですけど、自民県会議員、県議の議会の方ね、自民党と維新が持ってるそうなんですけどもね、一緒になって斉藤知事に不信任案を出した、自民党と維新もねバカだなと思うんですね。なんで賛成、不信任案に賛成したのか、野党が出してるその、立憲とか共産がね出してるのにっていうふうに私は思いましたけども、まあそういうふうになって兵庫県の斉藤知事は県会議員の解散は、議会解散はしなかったということなんですかね。やっぱり、議会の人たちを守ったということでしょ結局。まあ私だったら腹いせに解散しますけどね。
解散しないで自分が辞めてもう一回選挙するっていうことですね。まあ総裁選明日あるかと思うんですけども、総裁選がなんか飛んだようなニュースになったかなとか思いますけどね。まあでもね、おねだり知事とかいうね、内部告発書っていうのね、おねだりとかいう言葉ね普通使わないですよ。要するに内部告発書っていうのだったらね、まあフォーマルな文章ですよね。で訴えるわけだから、斉藤知事は高校で悪いことしてる、賄賂もらってるとかね、そういうことを書かなきゃいけないのね。おねだりなんていう言葉ね、それはねやっぱり単にそのまあ誹謗中傷するような類のものに似てるそのビラなんかビラのようなねものじゃないかとも、そういう言葉を使うっていうのはね、大体まあだから私は、斉藤知事、まあ私は選挙、選挙権ないですけども、斉藤知事を支持した方が兵庫県のためになる。まあ今までね20年も前の知事のあれでまあ公務員としていたわけでしょ。それなのに対抗する人は共産党、立憲民主党とか、まあ地方だから地方議員だからちょっと違うかもしれないけど、そう野党の人たちは誰を担いでくるんでしょうかね。石丸知事がいいって言ってる人もいるけど、石丸さんが斉藤さんに対抗して出るのかどうか。この人なんていう方、ひ、はい、ちょっと読めないんですが、ローマ字の匿名の人、解散再選挙のようで知事の問題と県職員の問題どちらが重いのかは不明なまま、知事の問題は軽いネタが多そうですけど県職員の闇は深いと思われる。本当そうですよ。兵庫県の斉藤知事失職し、あ、これについてコメント、X に投稿してる人いますね。私は斉藤知事選んだ方が賢いと思いますけどね、改革しているんだ、少し強引なところがあるにしてもね、ちょっと強引ぐらいでないと改革なんかできないですよ。そんな何でもみんな言うことをね、ヘラヘラ聞いてばっかりいたらね何にもできないですよ。抵抗勢力がいてもねやっていくっていう、まあそんなところで兵庫県は、出直し選挙、知事選になったわけです。勝ったらあと4年、斉藤知事、勝つ見込みがあるのからしてるのかもしれないですね。応援メッセージが結構届いてる、かもしれないので、選挙になったら、その前いろいろ改革したものとかも出てくると思うんですよ。それから怪文書と言ってるその投稿してとかのマスコミにね、ばらまいたと言われてるチラシ、ばらまいたと言われてる、県議の百条委員会では、まあ、あとテレビに出る弁護士なんかは弁護士たちはですね、怪文書ではなくて、内部告発書だって言ってますけどね、内部告発書だったらね、おねだり知事とかね、そういう言葉使わないで、フォーマルな文章だからね、おかしいですもん、そういう形書くっていう、そういうこともいっぱい出てくると思うんですよ。まあ維新もね、
どうして不信任に賛成したのかなって私は思いますけどね。まあ世間が反対反対になったから、統一教会と一緒で、もう旧統一教会と一緒で反対反対ってなって解散請求出されたみたいなね、そういう感じかもしれないですね。まあ歴史が分かる、歴史で分かるということだけど、これで要するに怪文書か内部告発かっていうのも、文書もいっぱい出てきてですね、まあ負けても勝っても斉藤知事もう一回やりたいっていうことで、選挙、兵庫県の知事選をもう一回するそうです。それでは。